I just want to make sure my thing was still there just in case. I don't know why I thought it would just disappear or whatever. But yeah, I wanted to do, well, to replay Fairy Tail for a while. Before Fairy Tail 2. And I'll finish watching the anime before Fairy Tail 2 as well. But yeah, I probably need to just continue watching that. It's just copyright nonsense, it's like no thanks. So I just need to.少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル。来るがよい。マカロフの子らよ。 お前はじっちゃんの仇だ。もうよい、消えよ。 こいつがジジイの仇か、夏。 墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだから墓を作って拝んでやるとするか。上からよ。レイジングボルト。
雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。雷炎に100倍返しだ。俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。雷炎竜の撃退。頼んだ。雷炎竜の王家。クリムをレイ。任せたぞ。熱竜王妃ライ。主連爆雷。これで終わったら、もう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目、開眼。ウヌラには特別に見せて神勢魔道の神殿。ここからウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔道の資源。なんという魔力だ。魔の道を進むと深き闇の底へと沈む。その先に見つけたるや深淵に輝く未知なる魔道。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だが、そのあと少しが深い。その深さを埋めるものこそ大魔法世界、ゼレフのいる世界。今宵、ゼレフの覚醒とともに世界は変わる。そして私はいよいよ手に入れるのだ、未知なる魔法を。未知なる魔法。ウヌラは生けぬ。大魔法世界にはウヌラは足りぬ。深淵へと進む覚悟が。怖い、怖い、怖い、怖くてもうダメ。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする？強くなれ、立ち向かうんだ。
一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。夏、おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。フン、ロマホーネメシス、アマテラス百式。まだまだ。行くぞ、エンタグリムソード。頑張ります。ペンギンの方法、やってやる。カリューのゴール、ここからだ。メイク、アイスブリンガー。これからよ。開け、処女空の扉、ファルゴイカホール。これ式で私が、この私がマカロフに負けるというのか。勝つのは俺たちだ。いいな、窓を進む者の頂にたどり着く島では悪魔は眠らない。行け、ベアリーテイラー。滅利王軍開始、ジュレン・バクライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じいちゃん、それにみんな。なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。一なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい、光というならそれもよし。魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由と共に生きていく。全部あなたから学んだことじゃ。
それは…そうだな。ふん。君たちのような存在が僕を作り出した。君たちのような邪念がアクノロギアを呼んだ。つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結する。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。これは夢か現実か。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア、一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらうよ。待て、ウヌにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。
知らぬクズも冥界へ落ちるがよい。来たか、アクノロギア。この感じ、なんだ？うるせえ！この声。的に抗えないものがある。この時代は終わる。さよなら夏。ブレスだ。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。そうじゃ、みんなで帰ろう。あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって思えたの。結果から言うと、私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいでフィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。かっはっはっは、そいつはいい、面白い。あ、だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。燃えてきた。そうですよね、うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく、個々の実力においても。奴らは7年多く経験を積んでんだ。
俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏たち探しに行っちまったが、ロメオ、ついてかなくてよかったのか。もし天狼島が見つかってもみんな生きてるかわからねえんだろ。そんなことねえって、信じなきゃよ。そこは7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おお、おかえり。お前ら。大きくなったな、ロメオ。おかえり、夏に、みんな。とか借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せる当てが思い当たらん。奴らの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。くそ、手の打ちようがねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。ふん、そうね。そうだな。おう、
まずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。行方不明の人を探せばいいのね。その依頼、私も行きます。ウェンディ、大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか。ウェンディ、家に戻ってもいい？7年開けたままになってるし。頑張ってね。よいしょっと。よいしょっと。鍵が開かない。わ、張り紙だ。なになに？7年分の家賃を払うまで入れません、荒野より。いやー、7年分そんな大金払えないよ。ルーシーさんもでしたか。ウェンディも？フェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルスも全額払わされました。足りない分は負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよ内中。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだって、よく探したのか。うん、隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルシー、さっきの話なしな。別にいいけど。ギルドも私たちも一文無しですね。早く依頼を達成して食費だけでも稼ぎましょう。そうね。
行くかな。よし、ここだ。依頼書によるとここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。行きましょう。
よいしょっと。あれ、人が襲われてる。依頼にあった方かもしれません。助けに行きましょう。強そうな奴らじゃね。ありがとう、助かったよ。あえっと、安心したら痛みが。怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに治癒魔法を使えるのか。ところでオタクラはどこのギルドなんだ。フェアリーテイルだ。アリーテイル、聞いたことないな。新しいギルドなのか。フィオーレで知らない人はいないギルドだったのに。さて次は。頑張ってるみたいだな。さすがだ。よし、これで初仕事は完了ね。ウェンディ、お疲れ様。お役に立てたようでよかったです。また誘ってください。早くお家に戻れるといいわね、ルーシー。あ、家賃のこと忘れてた。これじゃ全然足りないよ。次行こうぜ。次仕事こなしてりゃギルドも家賃もなんとかなるって。ようやった。そうだ。
密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったか。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルーシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。行き先は よし。何？ん？グレイ、依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。ただそれだけのことだ。あいつらもう二度とやらないと言っておきながら、また密輸に手を出すとはな。悪いやつなんでしょ。もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな、わかるまで付き合ってやればいい。ここにしましょう。行き先は よいしょっと。
ありがとう。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん？なあ、思いっきりやってやれ。あの時の誓いを思い出させてやるんだ。そこまでだ。観念しろ。お前はグレイ。7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた。懲りたんじゃなかったか。それはお前が死んだと思って。はあ？それがどう関係すんだよ。まさか俺がいないから好き勝手できるって。違う、そうじゃないんだ。捕まった後、足を洗って農家を始めたんだよ。事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告しに行こうとしたが、私たちが天狼島で消えて目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて金が尽きて。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのかよ。こいつらはお前の家族なんだろう。なら守ってやれよ。悪の道に導くなどマスター失格だ。グレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけどよ。おるの調子いいじゃない。逮捕されちゃったね。もう悪いことはやめてくれるかな。大丈夫だろう。あいつらは悪い人間じゃない。うん、そうだね。私もそう思う。これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。何かあったら呼んでくれ。
あら。最高ね。へえ。さて次は。熱。よし。